はい、皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルです、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回ご紹介させていただくオートバイはこちら、キムコのレーシング S125、中古車両でございます。登録は2019年の10月ですので、まだね、半年ちょっとのモデルでございます。3月頃にうちの方でね、下取りさせていただきまして、はい、でちょっとずっと置いてあったんですけど、いよいよ販売しようかなと。まあ、声をかけていただければね、あれだったんですけど、なかなかね、はい。新車をご購入したい、ね、新車を考えている方も、まあ、こういうのもありますんでね。で、走行は414キロ。走ってない。はい。あとですね、リアキャリア。これ、取り付けさせていただきました。これは、新車を購入すると、アンケートに答え、新車を購入してアンケートに答えると、全国にあるキムコの二輪正規販売ですね、そちらで新車をご注文いただきまして、アンケートに答えると、もらえる M ファクトリーさんのですね、越谷にあるキムコの販売店もやられてますね、 M ファクトリーさんの、リアキャリア、オリジナルということでよろしいですか。そのリアキャリア、そして、ボックスの方は当店で、取り付けさせていただきました。はい、カスタムジャパンさんのブランドのようでございます。元ボアット、なんか違うな、なんですかね、なんかそういう、まあ、名前ちょっと忘れました。はい、形はなかなかね、ボクシーな感じでかっこいいですよ。うん、で鍵とかそういうのは有名な、GIVI さんに似てますね。似てます。はい、まあそんなことはねあれですけど、まあとりあえず未使用品を取り付けさせていただいておりますので、はい、気持ちよく使っていただけるかなと思います。はい、そのような状態のレーシング S125、当店に在庫しておりますのでね、よろしければお声掛けいただけると幸いでございます。さあ、まあそれで終わりだとあれなんで、ちょっとね、各部を見ていきたい。で、多少の小傷はやっぱりございます。うん、多少の小傷はございます。ただいわゆるうわーっていうガリ傷とかね、はい、そういったものはないわけでございますが、はい、まあ気になる方はね、新車購入してください。新車ありますんでね、はい、うちでももちろん購入いただけますので、まあ、どうしようかな、新車よりもちょっと安い方がいいなっていう場合はですね、こういうのもありますね。はい、さあそんなレーシング S125 でございますが、マットブラックですね。はい、マットブラックタイプはですね、現行のモデルになりますと、まずここはマットで、ここがね、こことここですね、ここがツヤありになるんですよ。はい、その代わりここはマットですよね。で、マットで、あとですね、グラブバーですね。グラブバーがツヤありになって、で、横のこのカバー。あと、はマットで、で、こっちがツヤありっていうね。こういう構成になります。で、モデルによって、5期モデルとかはちょっとまたそれがね、変わってたりするんですよね。はい。なので、例えばここがツヤありの黒のパーツもあります。ここがツヤありだったりするのも、だから交換することもね、まあ可能なんですよね。はい。さあ、そんな、レーシング S125 でございますが、カスタムされている部分としてはですね、なるべくノーマルに戻させていただきました。なぜかというとですね、中古車という都合上、やっぱりね、通販、全国にある、キムコの正規販売店でもしね、保証修理、やりなんだりっていう時に、やはりですね、カスタムしてあると、いや、ちょっとこれうちはできませんみたいなことに、ね、なると困りますので、極力ですね、例えば、書いてあるとちょっとまずそうなものに関してはノーマルに戻させていただいております。で、グリップエンドだけはね、そのまま残ってますんで、アルミのね、なんかグリップエンドで、こちらのモデル125に関してはグリップエンドがついてないんですよね。普通のグリップで最後しまってね、ゴムだけのパーツですけど一応ねついてますんで、はい、まあでも色合いもね、こうね、前のオーナーがお付けになったやつですけどね、ちょっとこれ一緒に動いちゃうんですけどね、ついてますね。はい、さあレーシング S125 の特徴、まずですね、これ結構ね、いい部品使ってるんですよ。このアルミのね、ミラー、こうね、アームがこうアルミなんですよ。で、これ上級モデルも同じのついてますね。G リングだとかですね、あとダウンタウンとかも同じようなものがついておりますが、なかなかね、高級感のあるミラーですよ。はい、カスタムミラーっぽい感じがしますけどね。はい、そんなのがついていたりする。そしてね、ここですね、ウィンカー、ここに関しては LED でございます。はい、ちょっとね、パッと見分かりづらいですけど、LED のバルブになってますね、これね。これ純正のタイプですよ。はい。そして、基本的にですね、ほとんど LED を採用しているんですが、唯一ヘッドライトだけ、これですね。はい。ヘッドライトだけは、
H17 っていうタイプのバルブを採用しております。はい、で口金は H4 と H4 HS1 と同じタイプなんですけど、微妙にこの角度が違うっていうね、タイプのものでございます。はい、ですので、まあ、H4 とかの LED に交換される場合ですね、こう動かせるやつありますね。それで、調整して同じぐらいの向きにして、ね、つけていただければ、左側通行でね普通に使えるかなと、思ったりもいたします。はい、ね、フォークアイっていうね、はい、でこうちょっとね見る角度によって表情をね少し変えるっていうね、こうそういうデザインになっているようでございます。はい、でポジションはこれですね。 LED でねここにポジションが両側に、つくようになっております。はい、そんな感じなんですが、ちょっとねせっかくなんでね見てみましょう。スイッチオンね、こんな感じです。ヘッドライトはねハロゲンなんですけど、これがね LED。 さあでウィンカーですね。ウィンカーはこんな感じです。LED の、はい、ウィンカー。こうね、横から見るとあんまりなんか光明るくないんじゃないのと思うんですけど、正面行くと明るいです。はい、やっぱ LED なんでね、はい。そして、レーシングのですね、特徴。はい。足回り。ね、まずウェーブね、こうちょっとこう、ウェーブタイプのディスクになってます。で、フローティング採用してますよ。ノーマルでフローティングタイプの、ブレーキディスクを採用して、ございます。そして、キャリパーは片押し2ポットね、ピンスライド型、の、キャリパーを採用しているんですが、取り付けピッチが 65mm ピッチっていうことですね。これ実はブレンボの4ポットキャリパーがそのままポン付けできるような仕組みになっております。はい。ですのでね、これ購入されて、ちょっとね、ブレーキを、グレードアップしたいなっていう場合ですね、ブレンボの 65mm ピッチの4ポットキャリパー、それをね、購入いただければ、そのまま付ける。で、ホースの向き、普通の4ポットタイプであれば、キャスティングタイプであればね、一緒ですから、そのまま付けることも、まあ、可能ということでございます。はい。もちろんお好みに応じてですね、ブレーキホースもね、交換するっていう手もあるかなと、思いますが、はい。さあ、そしてね、ホイールはもちろん12インチ。はい。12インチのキャストホイール採用でございます。で、タイヤはですね、ケンダーのレーススペックのタイヤが付いてるんですよ。うん、サーキットでも、ハイグリップタイヤですね。サーキットで走行するようなハイグリップタイヤが付いてるんですが、まあ、減りがね、速いとか、まあ、いろんな、あと、ある程度距離走るとですね、シミ現象が出るとかですね、まあ、そういったものもあるようなので、まあ、いずれしばらくお乗りいただいて、いずれ、交換されるときはですね、他のメーカーのタイヤ、普通のロードタイプのタイヤに変えてもいいのかなと、思ったりもいたします。はい。そしてですね、なんといってもこのレーシングっていう名前がね、ついておりますが、これなかなかお金かかってる部分がございます。それはですね、こちらですね、アンダーブラケット、ステムのアンダーブラケットがアルミ製でございます。はい。アルミのアンダーブラケットを採用しているということで、6機モデルはですね、アルミ製用なんですよ。うん。そういったところで私も知らなかったし、カタログにも載ってないし、メーカーの方もね、歌ってないんですけど、見たときに、アルミだよって、その時に思ったんですよ。すごいですね。普通アルミとか使ってると、アルミ製なんとかとか言うじゃないですか。言わない。どこにも書いてない。単に、書いてないだけですかね。あ、つい忘れてた。そんな感じなんですかね。わかんないです。で、5機モデルに関しては、これの、初期のタイプですね。同じ顔付きのありますよね。5機モデルに関、125の5機モデルに関しては、鉄製です。はい。鉄のようでございます。はい。で、S150 っていうのもあるんですけど、まあ、兄弟車になりますけどね。150と、125の6機モデル。こちらからはですね、アルミ製になってる。いいですよね。はい。でね、軽量化になってるんですけど、まあ、そうは言ってもね、はい。他の部分が重いんじゃないのとかね、言われちゃうともあれなんですけど。はい。さあ、そうやってね、こう見ていきますと、まず、メーター、デジタルメーターですよ。まあ、ちょっとね、つけましょう。はい、こんな感じでございます。で、エンジンね、ちょっとかけましょうね。はい、こんな感じでエンジンかかります。はい。距離ね、414キロね。はい。で、まあ、ここ距離計、切り替えで、トリップですね。トリップメーター。そして、これがですね、オイルですね。オイルのメーター。これが距離、ある程度の距離になると、オイル交換のオイルチェンジっていうのがつきますね。はい。で、これオドメーターね。そして燃料計がこちらにあって、ここ電圧計ですよね。そして、こう時計。だからみんな表示されるんですね。基本的にね。排他仕様じゃないんですよ。うん。そしてタコメーターが、こういう感じで、ね、ずーっと上まで行きますね。こうやってね。こういう感じね。そして、こっちスピードでバーが出ます。ある程度の距離、スピードになると、
1段階2段階3段階と、バーグラフがつくようになっております。はい、そんな感じですね。エンジンねせっかくかかってるんでちょっと、そうレーシングのエンジンですね、非常に吹き上がり軽いですね。はい、でこのクラスのエンジンというと大抵が、ロングストロークタイプを採用してるんですよ。うん、ただこのレーシングはですね、スクエアタイプ、ボアとストロークがですね同じぐらいね、そういったエンジンを採用しているので、まあ、より高回転型になるのかなと、思ったりもするんですが、はい、いかがでしょうか。はい、さあそしてですね、このオートバイのやっぱりこう、まあ、キムコのオートバイ全般に言えるんですが、やっぱりね特徴、それはね使い勝手がいい、うん、と、いうことが言えると思います。はい、これ鍵ですね。で、まあ、ハンドルロックうんぬんっていうね、まあ、ハンドルロックはまあ普通にこう回していただいて、押し込みながら左に回すと今ロックがねこうかかっています。でシャッターキーですよ。やっぱりねスクーターはやっぱりいたずらされると嫌ですから、シャッターキー、それはねこの黄色いボタンを押すとこう閉まるんですよ。これでシャッターが閉まります。はい、だからキー抜いてね簡単にポッと押すだけでもシャッター閉まるんですよ。はい、そして開けるときはまあこっちのね、マグネットキーで、こう挿していただいて、こうちょっとね片手左で、こういう感じね。で、こう回すと。ちょっと開きますよね。はい。そして、シートを上げたい。ね。シートを上げたいときに、今、ロック1なんですけど、ロック1でも差し込んで左に回してあげる。そうすると、ね、シートが開くんですよ、こうやって。はい。ね。シートがこのように、跳ね上がります。はい。そして、ロック解除しましょう。押し込みながら右ですね。ね。ロック解除。はい。ロック解除されました。もちろん、この位置でも、ね、左に回す。そのまま今度は押し込まない、左、そのまま左ですね。左に回すと、ね、パチッといってまたシートがこう開くという仕組みでございます。さあさらにですね、エンジンをかける位置オンですね。今オンで、まあエンジンをかけましょう。エンジンをかけてる時、あ、シートを開けたいな、しまうの忘れたな、中に何かを、から出したいなって思った時にここです。オンの位置から今度は押し込み、また今度押し込みながらですね、押し込みながら左、そうするとエンジンをかけながらでもシートを開けることができる、うん、これが、まあ、キムコの特徴ですね。はい、キムコ車全般そんな感じになってます。はい、さらに、レーシングに限ってはですね、サイドスタンドを出してもエンジンをかけたままにすることが可能となっております。はい、そして今度ね燃料を入れたい、燃料を入れたいときはどうするのか。そうするとねこのキーをですね、もうオンの位置からもう一回右に回します。そうするとエンジン止まりますよね。エンジン止まってさらにそこから右に回すんです。はい、これね。そうするとパコッとね、ここが開くんですよ。で、閉めるときはもちろんこれね、閉める。で、エンジンかけるときは、通常ね、大体右に回してっていうイメージなんですけど、ここから左に一個、ね、こう回す。そうするとエンジンがかけられると。そういう仕組みになっております。はい。ですから、ここの鍵でね、みんなできちゃうんですよ。はい、このあたりね、使い勝手いいんじゃないかと、思いますが、いかがでしょうか。はい、で、スイッチ類に関しては、基本的に、まあ、日本のメーカーと一緒なんですよね。作ってるとこ一緒です。はい、こうね、ヘッドライト、ハイロー、そしてパッシングがついてますね。そしてウィンカーもこういうタイプね。プッシュキャンセル。そして、ホーン。で、スタートスイッチはこれ。ね。はい。これ、鈴木さんとか一緒ですね。はい。で、ここは、本来だったらヘッドライトスイッチがついてるとこなんですけども、日本仕様はね、常時点灯ということでヘッドライトスイッチはちょっと省かれているという感じでございます。はい、もちろんレーシングですね、普通のスクーター、うん、そういうものですので、ここにねフラットステップボードついてますよ。はい、でこういったスクーターっていうのはもちろんこれね、2掛けフックでコンビニとかねここにかけてね、もちろんカバンをかけることも可能でございます。はい、そういった使い方をねしていただけると幸いでございます。はい、で、この下はですねガソリンタンクですね。はい、ガソリンここから入れたいものが管を通ってここに、入っているという感じになってますね。はい、そしたらですね、あとはシートを開けてみますか。でもシートを開ける前にちょっと見てほしいものがあるんですよ。はい、レーシング S125-150 の特徴、これでございます。はい、これ フレームなんですよね。はい、でこれちょっとなんか変わった形状してるんですけど、なんか液が入れてですね、そして圧力をかけることによって成形するっていうハイドロフォーミング製法という、方法を使って
フレームを作っているそうでございます。はい。で、なんか複雑な形状が作れたりとか、あと、なんか肉厚を薄くできるとか、なんかいろんな、なんかいろんなメリットがあるらしいです。はい。で、スクーターでこうやってフレームが、剥き出しになってるって見えてるっていうのはなんか珍しいんですよね。あのほとんどフレームでできてるようなスクーターは別ですけど、海外にありますよね。イタリアの方とかね、なんかありますけど、そういうのはちょっと特殊ですけど、こういう一般的なスクーターでこうフレームがね見えるようになってるっていうのはやっぱり、ちょっと特殊。はい。ってことは見えるようにするってことはやっぱここも処理をそういう処理にしなきゃいけないじゃないですか。鉄のパイプでね、普通にただパイプですっていうわけにいかないですから、でこういう形状なんですよ。鉄なのに変わってますよ、こういう形状。普通丸のパイプですからね。もしくは角、まあ、パイプもあるかもしれないですけどね。はい。で、至る所こういうねちょっとカーボン調の使っていいじゃないですかね。はい。で、タンデムステッパーはこれですね。タンデムステッパー普通にこう出していただくとね、アルミの普通のオートバイについてるような感じのねタンデムステップがついてますけど、はい、もちろんこうね。で、まあ、ここに足をねタンデムで乗せることも可能でも、どちらかというとここはですね、ライダーがドライバーがっていうんですかね、ドライバーって言うんですかね、まあ、ここに足をサーキットとか攻めるときにやるみたいです。はい。で、これポジションね、足をここに乗せてとかね、まあここに乗せてとかここに乗せてとか、結構ね自由度が高いんですよこのオートバイ。うん、足いろんな位置にね移動して、あとこう座る位置もちょっと前に面したり後ろにしたりすることによっていろんなポジションが取れるというところがね、足をね大きく前に投げ出せないんですよね。ただね、残念なことにね、そんなそこまで前には出てないので、ここはね、この辺まであればね、もっと前に足をバーンと投げ出して乗るっていうこともねできるのかもしれないですけど、はい、まあここにかかとを乗せてねちょっと足を出してっていうね、そうすると若干足が、膝が緩くなるので、そういう乗り方もいいのかなと思ったりしますけど、どうでしょうか。はい。さあ、ちょっとねシートの中を見てみましょう。シートね、オープンね、こうセルフオープンシートって言ってパチッとやるとペーって上がるんですよ。はい。で、まあ、見ていただくとこんなような感じでございます。はい。で、結構広いんですよね。で、ちょっと、まあ、若干浅めなんですけど、なので、大きいヘルメットだと、ちょっと入らない場合があるかもしれませんが、まあ、通常のヘルメットであれば普通に入って、さらになんかこうね、雨がっぱだとか、あと、グローブとかね、入れることが可能、かと思います。はい。閉めるときはね、そのままこう下ろしていって、ね、パチッと。ね、こんな感じで、締めていただければと思います。はい。さあ、そして、まあ、キムコのオートバイ、一番、日本で一番安い GP125 から、まあ、高い、ダウンタウンとかね、そういうのに、もうみんなそうなんですけど、基本的に、これですね、USB ソケット。ね。まあ、アクセサリーソケットの車種も、まあ、多少あるんですけど、まあ、USB がね、標準でついているってことです。で、レーシングについているこの USB は 2.1A に対応してますので、高速充電ですね。それでも可能となっておりますので、ここに使っていただけると幸いでございます。はい。さあ、そんな感じで見てまいりましたが、で、後ろ周りね、見ていただくと、まあ、ここね、LED チューブ。ね、LED チューブ。で、テールライトがついて、そしてブレーキランプを握ると、この、玉の部分が光るという仕組みでございます。そしてウインカーはですね、LED なんですけど、こう後付けタイプなんですよ。スクーターにしては珍しいんですけどね。うん。ですのでね、まあもちろん他のものに交換するとかいうことも、まあできないこともないということでございます。はい。そして、リアサスにいたか、リアサスは普通のね、こう日本サスタイプ、を採用して、ございます。はい。300何十ミリでしたかね。なんか PCX と大体同じぐらいの長さのようでございます。はい。そして、これ特徴的なのは、ここフレームがあるんですが、フレームにこう取り付けるの、あとこっちですね。ここにもこう、取り付ける部分があるんですが、なんか物差すにもね、できるように、そういったものがね、用意されているらしいです。はい。ただ、物差すがね、ちょっと見たことないんですよね。売ってるの。ただ、そこがちょっとあれなんですけど。はい。まあ、そういうこともできると。で、リアブレーキも片押し2ポットのね、キャリパーを採用して、ございます。はい。で、もちろんディスクブレーキですよ。はい。で、ノーマルマフラー。ちょっとね、少しだけこう、ちょっと擦り傷ありますから、ここだけね、気持ちね、ございますので、まあ、この辺はご了承いただければと思います。はい。さあ、そしてリアボックスがね、こちら。ね。なかなか、大きい。ものですよ。はい。で、一応開けてみましょう。ね。で、鍵はね、やっぱりこう、なんかこう、内溝のね、なんか高級感のある鍵をね、採用してるんですよ。これね、やっぱりどこの、どっかのメーカーと一緒ですよね。これ開けるとね、まあ、こんな感じで開きます。はい。
そして分けるね。こんな感じなんで、でこれあのなんか反射ステッカーありますんでね、良ければね貼っていただければと思うわけですが、広いですよね。ね、大きいです。はい。またデザインもね、こうちょっとこうボックスタイプなんで、なかなかね、アドベンチャータイプとかについてもね、いい感じの、ボックスかなと思いますが、はい。さあそんな感じで見てまいりましたが、いかがでしたでしょうか。はい。もちろんね、外観うんぬん、傷がうんぬんっていうね、そういうことがね気になられる方もいらっしゃると思うので、見たところあのマフラーのプロテクターですね、やっぱり出っ張ってるんでどうしても、擦りやすいっていうのはあると思うんですけど、他見たところ、傷あるんですけど、そんなにどうですかね、気になるあれもないのかなと思ったりいたしますが、どうでしょうか。メーカー保証は2022年10月まであります。はい、2022年の10月ですから、あと2年と4ヶ月弱ありますんでね、はい、メーカー保証とだけついてますから、はい、安心してお乗りいただけるんじゃないかなと思います。はい、でまだ400キロなので、ちょっともう1000キロぐらいまではね、ちょっと慣らし運転全開にしないでですね、控えめに乗っていただいて、そしてまたオイル交換して、それから徐々にね負荷をかけていただければなと、思ったりいたします。はい、1台だけですか中古なんでね、はい、よろしければですねお声掛けいただけると幸いでございます。BBB、もしくは、うちの、ホームページにも車両情報は載せてございますので、そちらを見ていただいてですね、ご検討いただければ幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。